これ俺の？そう。あ、そうです。これ何ですか、タイトル？タイトルは、壊れた…違うよ。知ってんじゃん。燃えるじゃん。燃える空。慣れ合いじゃん。燃える空と、中に凍った空ってのが入ってるんですよ。壊れた凍った空ね。そう、燃える空は、まあ、これが先に作ったのね。で、壊れた凍った空は、ちょっとめったに入んないですよ。そう、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 全然違った。あ、やっとこれでさ、これ今やっと準備できた感じじゃん。そうだね。まあ、かっちゃんが見てくれるから無理だよ。重なって取れちゃってるもんな、もう無理なんだよ。声がガビガビになっちゃうんだよ。あ、だからいいんですよ。だからもうこれ音入ってんだから、うん、普通そのまま副音声使っちゃえばいいんだよ。そしたら音が発揮すると思う、うん、そうっすね、うん、っていうかさ、ところがしかも今回今撮ってる副音声さ、うん、スカイパー3もリリースされちゃったから意味ないじゃん、うん、あ、え、でも入れるよ。まあ、入れてみ、入れてみ、入れて、うん、じゃあ聞いてよかったら入れようよ。そうですね、きっとダメですよ。あ、そっか、本当、うん、つうかこれコメンタリーだから今ここでミーティングしちゃダメ。これごと入っちゃってると思う、うん、そうですよ、だから壊れた空はこれ全部スライドショーです。街の中、夜中撮った写真を、うん、スライドショーにピコ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 やらせて、それをまた映像に書き出してます。伝わりません。伝わらない。それを作ったらどうやって、うん、あの下の折り紙みたいになるの？これだから、絶対にならない。いや、なる、なる。これはだからなるっつったらなるの。だからこれは映像を折り紙みたいに折ってってるね、アフターエフェクトで。あ、ペコ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 、わかる。仮想的に立体にしてるんだから、うん、それは分かった、うん、それは分かるんだけど、うん、だからそれプラス、うん、スライドショープラス、うん、その折り紙機能。そう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 。で、あ、今赤いの入っちゃった、うん、このスライドショーに関してはちょっとクローズアップされてるから、もうこれコメンタリー時間足んねえ。